んこんにちは、こんばんは、ゆうころです。今日はですね、あと16時間で終わるシーズンスーパーゴッドエースについて少し話していこうと思います。みんなパイモン買いましたか？今現在ね、期間限定でパイモンを購入することができます。で、めっちゃおすすめ。正直、まあバレンタインスーリアも買うことができるんですが、パイモンですね、虹メダル5枚のおまけ付きで買うことができます。おまけ目的で買う人ってまあほぼいないと思うんですけども、まあ、一応虹メダルもらえるのは嬉しいです。で、このパイモンですね、じゃあなんで買うべきかについて話していこうと思うんですけども、バレンタインスーリア確定ガチャって実は前からある確定ガチャなんですよ。これって前回のバレンタインイベントでも購入することができて2400円なんですけども、このスーリアに関しては、まあ、前から確定であったから、どっちみちなんていうの、買っても買わなくても別にいいよと。ただ、パイモンに関しては、確定ないんですよ。だから、例えばなんだけど、ハロウィンガチャが来たとしても、パイモンって確定ないんですよ。俺これさ、知らなかったんだけど、パイモンって確定ないんだよね。これ、こんなぶっ壊れなくせにガチャ限定なんだな。終わってんな、マジで。いや、違う。でも、これを売ってくれたことによって、誰でもパイモン取れるんで、めちゃくちゃ激アツなんですよ。なので、パイモン欲しい人っていうのはここで買っておかないと、それこそね、なんていうの、ハロウィンイベント復刻来ても結局ガチャで沼ることになりますし、ましてやね、ハロウィンパイモン混ぜたゴッドエース確定枠なしとかだったらもっと地獄なんで、まあ、ぜひこの機会にね、ハロウィンパイモン買ってもらえればなと思います。で、さらに言えばなんだけど、パイモンって、まあ、実際もう買っておいて後からオワコンになることあんまないんですよ、パイモン武器って。まあ、例えば泥鏡がまとまるとか、あとはね、泥鏡1個捨てて何々がつくみたいな感じの武器が出る可能性はありますけども、基本的に見てわかる通り、パイモンってもうこれが理論値なんですよ。泥鏡プラスを5個つけてる場合って、もうこれ以上チーム HP 強化もつかないもんね。だってパイモンってアシスト武器なんで、アシスト武器って覚醒8枠が条件じゃないですか。だからもうチーム HP2 個つけた場合、このパイモンより完璧な武器って絶対にできないんですよ。で、例えばチーム HP3 つの泥鏡が8個とかはできる可能性ありますけども、チーム HP2 個の泥鏡10個の子供パイモンっていうのはもうこれがもう一番強いのね。間違いなくこれを超える武器っていうのは、そのパイモンと何ていうの、同じジャンルでは出ないんですよ。まあ、それこそチーム HP プラスがまとまるとかは全然ありえますけどね。そうでもない限りは基本的にこれより上の武器っていうのは出ないので、まあ、基本的にもうその時点でパイモンを取っておいてもまあ損はないかなと思います。まあ、とはいってもいきなり HP 強化が、チーム HP 強化がまとまるのがパズドラなんで、別に何とも言えないですけど、まあ、一応現時点でそのパイモンを超える武器っていうのは、まあ、基本的に作りようがないので、もう覚醒8枠まででチーム HP2 個、泥鏡が5個ずつ、泥鏡が2個ずつで、ね、5セットあるので、ドロキョプラス5セットなんで、そう、まあ、っていうのもあって、しかもスキルも3ターンヘイスに3ターンダブル吸収無効とすごい優秀なので、まあぜひ取れる人はね、もうこの機会にパイモン取っておければいろんな攻略遠征も組めるし、めちゃくちゃおすすめです。今のパズドラのね、武器ティアでも間違いなくトップクラスにいる武器なので、この機会に2400円だったかな、まあそんな高くはないので、うん、まあぜひ買っていただければなと思います。まあでも武器1体2400円って考えたら高いんだけどね。まあ、ただ、でもそのぐらい活躍はしてくれるキャラなんで、ぜひ購入をね、検討していただければなと思います。まああとね、16時間ですか？もうすぐなんで、ぜひ今のうちにね、購入するように忘れずに買っておいてあげてください。もうね、欲しかったのに買い忘れるだけが一番ダメですからね。お金なくて買えないとか全然いいと思いますし、別に課金したくないから買わないも全然いいと思うんですけど、買いたかったのに買い忘れた人が一番最悪なんで、ぜひ2400円もうほんと払っておきましょう。めちゃめちゃおすすめです。はい。で、ちょっとこっからはですね、少し別の話をしていきたいんですが、まあ、じゃあそんなパイモンさんね、もちろん買ってほしいんですが、ちょっと今日もう一個話したいのが、今回パイモンって新しく確定枠に追加されたんですよね。そう、これめっちゃ大事な話で、今までのパズドラって確定枠にキャラが追加されるっていうのは、6月のお得セット8000円とかだったら楽勝見せたりしてますけど、まあ、あれ高すぎるじゃん本当に。だから基本的になんていうの、確定枠っていうのはもう新キャラばっかりなんですよ。で、こういう既存キャラが確定枠に追加されてちゃんと販売されるのって、まあ、なんかおまけ的なあれだったらいっぱいありましたけどね、おまけでだったらありましたけども、こういうパイモンがメインとかっていうのは初だと思うんですよ。だからこの確定枠セットに追加っていうのは、ある意味パズドラの時代がちょっと変わった一個のポイントなんですね。まあ、それこそ今回はハロウィンイベントのパイモンですけども、例えばコラボとかね、例えばさ、ガンダムコラボ1、2って分かれてるじゃん。ああいうコラボにおいて、ガンダムコラボ1に強いキャラがいましたと。ね。そういうキャラクターをあえてピックアップして販売するみたいなとか。まあ、あとはやっぱりまあ、イベント系とか、まあ、これはまあ、ほぼ考えられないですけどね。まあ、でもイベントとか、
フェス限とか、フェス限じゃないとシーズン系、イベントとかシーズン系はめっちゃ多いと思ってて、まあ例えばですけど、例えばスーリアとかね、スーリアってこれ確定ないですからね、なのにさめちゃくちゃ強かったりしたじゃん。まあだからスーリアの確定とか、まあ今の需要的にね、さすがにスーリアないと思いますけども、こういうのもねあり得たりとか、あとはまあ例えばちょっとね特殊なキャラですけど、知らなきとかもね、これ確定ないんでね、ガチャ限定なんで。てかそう考えるとハロウィングロいな、マジでガチャ限定ばっかやん。まああとはちょっとねあれ変わりますけど、例えば雪音とかですね、まあこれもね黒飛びでずっと使われたりしましたけども、例えばこういうキャラクター的なキャラクターとかね、あとアトリとかね、ここら辺もこういうキャラがぶっ壊れに強化されて、しかも確定枠で販売みたいな可能性も全然ありえるよね。だこういう感じ のキャラクターが確定枠にピックアップされるのは全然あると思いますし、あとはまあさらには例えばバレンタインノアとかもね、あのこれバレンタインしか本来ゲットできないやん、でもこれを確定枠とかで再販するみたいな、バレンタインのはゲットできちゃいますとか、あとはノルディスゲットできちゃいますとか、もう全然ありえるね。3600円で確定枠で販売しますとか、2100円で販売しますとか、あとはなんか周回キャラスーパーゴッテスみたいな感じで、そういうキャラがピックアップされてガチャが出るとかも全然ありえると思うので、まあ、そういうような感じで確定枠で販売される可能性もあるのかなと思います。まあだからこの確定枠の販売っていうのはすごい、なんていうの、パズドラにおいて結構こう重要なターニングポイントになってるかなと思ってて、この販売があるかないかでだいぶ変わっていくのかなと思います。なのでこういう確定枠のキャラクターたちですねが販売されるのっていうのは結構まあ面白いんじゃないかなと思っていて、例えばですね、これでねハロウィンパイモンが確定枠になるじゃないですか。ハロウィンパイモンが確定枠になることによってガチャの排出率が変わりますと、もしそうだとしたらそれはクソじゃないですか、間違いなくね。だってさ、ユーザーからしたらさ、いきなり確定枠にされて排出率下がりますみたいな、まあ、それはユーザーからしたらクソだからそれはあれだけど、確率もそのままで、まあ、厳密にはちょっと下がってはいるんですけど、それはゴッドエースのあのあれなだけなんで、厳密に下がってるとは言えない、うん、ゴッドエースによってゴッドエースキャラって排出率変わるだけなんで、そう。例えばこのパイモンとかがね普通に確定で買えるようになるっていうのはめちゃめちゃいいんじゃないかなと僕は思いますし、運営からしてもね、例えばゴッドエースなんて今開催しても売り上げ多分全くないんですよ。もうパズドラのゴッドエースなんて引く人いないから、もうゴッドエースなんてゴッドじゃないからね、もう本当にただの外れキャラばっかりのねガチャになってるんで、ゴッドエース今もうゴミですけど、まあ、そういうゴミみたいなゴッドエースを引く人はいないけども、逆にこういう確定枠を販売するとユーザーからしたらパイモンが確定枠で販売される、じゃあ2400円課金しようって課金する人いっぱいいると思うんで、だってねガチャで沼るより絶対2400円払う方がいいじゃん、石20個も分けついてくるしっていうのもあって、まあ、結構なんていうの、この確定枠システム自体はユーザーにとってもゲットしやすくなるからいいと思いますし、運営にとっても売り上げが上がるので、もう本当にウィンウィンなイベントになってるのかなとは思います。はい。まあだからね、こういうパイモンが今回ね販売されたのはね、もちろんこの1ヶ月前にあのシーズンスーパーゴッドエースにパイモンを入れて散々集金したから販売されたわけなんですけども、逆に言えばだからシーズンスーパーゴッドエースとかにねぶっ壊れキャラが実装されてもあんまね脳死でね引きに行くのは良くないってことですね。だからこれからは一旦ちょっと待ってから確定枠が販売されるかもしれないからみたいなことを考えながらガチャ引く必要が増えたんだけども、まあ、ただ基本的にユーザーに得しかないので、まあ、これはかなりねいいシステムなんじゃないかなとは思います。ということで今回ですね、ハロウィンパイモンが新たに確定枠として実装された件について話す動画でした。もう期間短いんで絶対に買いましょう。じゃあチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。